オルマンのシーバ塾、職業釣り師のオルマ正也です。今回のシーバス塾は名作ルアーについての授業です。元祖スピンテールジグワンベイトです。もうね、このワンベイトの出会いなんですけど、まず15年以上前だと思うんですけど、僕の釣り友達が、一緒に沖堤防行った時にですね、真横で50匹以上、ワンベイトでキャッチしていたのが始まりです。当時はね、スピンテールジグ使ってる人ほとんどいなかったんですけど、まあ真横でね、こんなもうブレードついてるだけでこんなに釣れるのすごいなと、ほんとすげえなって記憶しか残ってないです。で、実際僕もね、多分1000匹以上は軽く釣ってるので、もうほんと元祖スピンテールジグはワンベイトだなと思います。以前なんですけど、まあ、ツービジョンさんのロケやった時にですね、まあ、スポンサーがクレアさんだった時もあって、ルアーがフリーだったんですよね。ワンベイトであまりにも30匹ぐらい釣ったのかな、もっと釣ったかな、すいません、ワンベイトばっかり釣っても釣り方のパターンが変わらないので、そのルアー釣かないでくださいとか言われたり、あとボートシーバスでね、行くと必ずデーゲームで持ってきてって言われるのがこのワンベイトでした。スピンテールのリフト&オールの釣り、あとアワビの凄さ、アワビを張った凄さを教えてくれたのもこのワンベイトだったので、スピンテールの基礎、リフト&ホール、ただ巻き、いろんなジャークとかいろんな釣りを教えてくれたのがこのワンベイトなんだなと僕は思ってるので、ワンベイトにはかなり感謝しております。で、実際このワンベイトが出た後に、ね、パワーブレードやバックリースピンなどね、いろんなメーカーさんからもスピンテール時はたくさん出てきました。ワンベイトの強さなんですけど、当時やっぱバイブレーションしかなかったので、もう鉛の塊なので、ヘッド部分がやっぱボトムをもう素早く探れる。で、やっぱ当然鉛でできてますから飛距離も出る。あとやっぱあれですね、当時、まあ今もですけど、どこのお店行ってもワンベイト売ってたんですよね。まあそういうのもあって、あ、まあ買いやすさっていうのも僕ワンベイトの魅力ではないかなと思います。ただやっぱこのワンベイトそんだけよく釣れるんですけど、フックがトレブル1個しかないので、どうしてもバラしやすいです。で、このワンベイト僕ノーマルで使うことはなかったです。で、実際どういうことをしているかと言いますと、まあチューニングですよね。まず何をしているかと言いますと、これです。アワビシートを貼ってこうやってピッカピカ光るようにしてます。これがすげえ釣れるんすよ、このワンベイトで。しかも手のね、見ての通りお尻にフックがないので、ダブルフックを糸でこのベアリングに固定してます。例えばこのこれツインフックですけど、こういうダブルフックをベアリングに糸で巻きつけるだけで、ここのテールのバイトも拾えるようになるので、テールフックをつけるというチューニングもあります。まあ、このダブルフックとこのアワビ針、この2つは絶対やんないと効果はすごい出なかったので、自分はこのアワビセッティングのワンベイトで1000匹以上のシーバスを釣らさせていただきました。もう最近はね、起きてあまり行かないので使ってないですけど、まあ起きていけば間違いなく釣れるので、よく使っております。とにかくあのワンベイトはチューニングした方がより釣りやすくなると思います。はい、でワンベイトの、サイズ展開なんですけど、まあちっちゃい 15g、29g、 あとさらにディープを探る 40g とね、3機種のねタイプがあるので、その辺はフィールドに応じてワンベイトを試してみてください。概要欄にワンベイトのおすすめカラーを載せていますのでチェックしてください。そしてこのルアーの弱点でもあるスピンテールジグのバラシを軽減させるマルキチューニングをシーバス大学では公開しています。ダブルフックチューニングよりもさらにバイトも取れ、バレないスペシャルチューニングになります。気になった方は概要欄かここをクリックしてください。チャンネル登録もお願いします。おすすめルアーの発売情報や新作動画をお届けします。